はいどうも、ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、ワンピース読んでて、これ結局何だったんだろうっていうね、思ったのが皆さんの中にもあると思うんですけど、まあ自分の中であったその5つを紹介していきたいと思います。これね、いつか明かされればいいんですけどね、わかんないですね。で、1個目いきましょうかね。一つ目ですね、バラティエのところで出てきたドンクリークの武器ですね、 MH5 です。猛毒ガス弾 MH5 で、あの MH5 が何の略かっていうのがですね、ずーっと気になってるんですよね。ワンピースの世界って結構文字が出たら文字ってね、遊び心でなんか付けられてるっていうのが多いんですよね。ガス弾にしても、例えばパンクハザードで出てきたロック&スコッチが売ってたですね、 KYP ガス弾っていうのは、まあその前でね、 KYP は体が酔っ払うっていうセリフが出てきてるんで、まあ、その略なんじゃないかなって察することができるんですけど、 MH5 だけできないですよね。これ皆さん何だと思ってました？ただの化学式みたいな感じなのか、ちゃんと訳があるかね、思うんですけど、僕ですね、ずっと、まあ、昔はですね、あの広末涼子好きだったじゃないですか。なんで、そのね、マジで恋する5秒前っていう曲があったんですよ。で、それを略して MK5 っていう言葉がね、一時期すごい流行った時期があって、それになぞらえてね、MH5 をマジで発射する5秒前っていうので、小田さんがつけたんじゃないかって、その時思ったんですよ、読んだ時。で、わかんないからずっとね、今まで来てるんですよ。ずっと僕は MH5 はもうマジで発射する5秒前って思ってしまってるんで、明らかにしてほしいっていう感じですね。こんな感じでわかんないのってあると思うんですよ。わかんなくても、まあ、自分の中でそう解釈してずっと今まで来てるっていうのがね、あると思いますので、まあ、あと4つちょっと紹介していきますね。2つ目はですね、これは明かされる可能性は結構あると思うんですけど、ベガパンクがバルジモアに施した土暖房システムですね。土をこうあったその土地ごと温めて島の人たちをね、豊かな暮らしにしようみたいな感じのやつですよね。でっかいね、こうボルトみたいなのが刺さってね、バルジモアでこう鉄線みたいなのがかかってて、動物たちをね、労力にしてそれをやろうってやってたけど、お金とね、技術が追いついてなくてできなかったみたいなことで、フランキーがですね、バルジモアの悪夢で、ね、もうそのボルトとかね、ぶっ飛んだんですけど、やってたシステム、土暖房システムですね。で、ベガパンクの中にはその技術っていうのは頭の中にあるんですよね。今世界政府側に行ってて、それができるんで、もしかしたら重要なね、システムになり得るんじゃないかなとも思います。まあ、いろんな冬島とか救えますからね。何かね、その冬島とかで問題がある、まあいろいろありますよね。怪しい冬島、テキーラウルフもね、雪が降ってたし、まあいろいろあるんで、もしかしたらですね、そう繋がってくるかもしれない。で、わかんないですね。でもね、土暖房システムっていうのはね、何なのかなっていうのをちょっと気にかけとくと、まあ面白いかなと思います。3つ目はですね、これ実現するんかなっていうところなんですけど、アイスバーグさんがですね、最後に言ってたウォーターセブンをね、島ごとこう浮かべるシステムって、どういう感じなんでしょうね。あのラブーンのお腹にいたクロッカスさんがこう浮かべてたじゃないですか、鉄を張ってね。ああいった感じなのかな、わかんないですよね。で、フランキー曰く船にするってこう言ってるんで、船っていう位置づけなんでしょうけど、だからあのスリラーバークみたいな感じでですね、浮かべて旅するのか、わかんないですよね。海列車はそこにはもちろん繋がったままなんでしょうけど、繋がってるからあんまりね、遠くまでは行かないでしょうけど、そうね、浮かべるというのはどういうことなんだろうと。でも多分これはね、成し遂げて最後に出てきますよね。ちゃんとウォーターセブンの最後を描くと思いますので、また楽しみに待っておきたいと思います。で、4つ目ですね。これは一番わかんないですね、僕の中で。ロビンの懸賞金ですね。ロビンの懸賞金って低すぎると思いません？あの、ポーネグリフを見れる、読める一人の人物ですからね。海賊を目指そうとしてる人たちとか、海軍に狙われるわけなんで、懸賞金っていうのは強さはもちろんなんですけど、政府への危険度も合わさって、そうなってますので、最初7900万ベリーってめちゃくちゃ安いと思うんですよ。それがね、実際に明るみになって8000万ベリーになるわけですけども、その上げ幅もめちゃくちゃね、少ないじゃないですか。NS ロビーっていうのは、そのためにロビンを引き込もうってしてたわけなんで、めちゃくちゃ低くないです。で、そこから5000万プラスされて1億3000万ベリーですかね。めちゃくちゃ低いじゃないですか。もうね、ルフィクラスよりもあっていいと思うんですよ。2、30億は全然あっていいぐらいの懸賞金だと思うんで、あれはね、世界政府はどういう感じで見てるのかなっていうのはすごく疑問に思います。わかんないですね。で、もしかしたらその、三つ目族の海岸で、それが見れるとするならば、三つ目族が実は僕らが思ってるよりですね、たくさんいて、世界政府側も結構ね、確保してて、ポネグリフがね、まだ見れるか見れないかっていうのはわかんないけども、そこで安心要素があるっていうので、そこに抑えてるのかなっても思いますね。何なんでしょうかね。これも結構気になるやつですね。わかんないですよね。
で、最後ですね、これね、どうなったんだろうっていう感じですね。あの、パンクハザードで出てきた、茶ひげ、チャドロスヒゲリゲスの部下たちなんですけど、ケンタロス状態でいて、下が動物で上がね、あの部下の人間の体なんですけど、言ったらさ、あって、ローの能力でなってるわけなんで、動物の上半分っていうのがどっかにいるはずなんですよ。そうですよね。だから、あの動物の上半分の人たちはどうなってるんだろうっていう、わかんなさですね。どうなんでしょうね。あんまり使えない人間の足と、上はね、動物の頭だけ動いてるのか、上半身か。で、切られて、その辺をね、動いて、こうやって歩いて、馬みたいなやつがこう食べたり、霧みたいなやつがいるのかわかんないじゃないですか。あれどうなったんでしょうね。で、また疑問なのがですね、あれって、もう自分の意思として動かせてるじゃないですか。ローの多分能力を単純に考えるなら、自分の意思では多分動かせないと思うんですよね。動物は動物でこう好きな方向に行っちゃうんで。そんなうまいことをいけてるのがすごいなと思って。だからね、あれはね、ちょっとね、書き方がちょっと不完全だったのか、まあ、オペオペにね、なんか、もうちょっと理由があったのかね、わかんないんですけど、とにかくあの動物の上半身たちがたくさん点在してるはずなんで、かわいそうだなっていうので、わかんないのにノミネートさせてもらいました。皆さんもですね、ちょっとわかんないのがあったらですね、ぜひ書いていってください。あの、パンクハザードのね、何もするなっていう手紙とかもね、あれもちょっとわかんないっちゃわかんないですよね。まあ、単純に読めばローなんですけど、多分疑問としては残ってる人多いと思うんでわかんないですよね。もうわかんないリストたくさんあると思いますので、ぜひ書いていってください。また面白かったらたくさんまだあるんで、高評価押していってください。じゃあね。